それでは一緒に主の祈りを祈っていきたいと思います。主の祈り。天にあざます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく断じのものなりはなり、アーメン。それでは吉田牧師に導いていただいて聖餐式の時を行います。聖餐式の時を持ってまいります。聖餐式とはイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったことを思って行うものです。皆さんの中でイエス様が私の救い主、僕の救い主と信じている方、そして洗礼を受けていらっしゃる方、洗礼を受けたいと思っていらっしゃる方はぜひこの式に加わってください。それでは最初にお祈りをさせていただきます。愛する恵み深き天の下の神様、今日も私たちをあなたの御前に集めてくださり、この聖餐の恵みに預からせてくださることをありがとうございます。主をどうぞ今お見舞いのパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、私たち一人一人のうちに御からなと御父神の恵みを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。それでは共にお祈りの時を持ってまいりましょう。もし悪いことをしてしまったことがありましたら、今聖餐を受ける前に神様にごめんなさいというお祈りをしておいてください。これらのお祈りをイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。パンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の御体をご一緒にいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それでは共にイエス様の御血をいただきましょう。Thank you.
心から感謝